のレースは、まあ、そのらしさっていうか、その今の動きの良さが出てたような、あ、まあ、もうほとんどなんていうか、あの展開も見えてましたし、あの並びが一番いいなとは思いましたね。はい、で、まあ、大田さんがちょっと腕に伸縮するようなのと、また閉じ込められるっていうところで、あれでも間髪入れずに、もうあそこがワンチャンやったと思いますね。あそこ逃すと今日のコンディションとかいろいろ考えて、あそこ逃したら多分なかったっす。はい、結構その前の方で決まってるレースがやっぱり多いなっていうのが、うん、流れです。今日の流れはそうでしたね。はい、その分ただ非常に気温が下がっているので先行も楽じゃないのかなと思います。うん、まあみんなね、まあ、寒い中だから、まあ、厳しい戦いだと思うんですけど、まあ、でもレースの今日の全体の流れ見てても、ね、前残りが多いんで、それはもう常にというか意識してレースはやってましたね。大宮っていうの初日なんか見ても、まあ、ちょっと あれは平原さんの強さもあって、うんうん、まあ、そうですね、まあ、強さはもう本当間近で体感したので、あのいい経験になりましたし、はい、まあ、すごくいいところまで来て安定してるなっていう、まあそうですね、はい、この優勝戦もまた楽しみに、まあ本当もう自分のできるレースをするだけなので、はい、頑張りたいですね。いや、まあ、ちょっと姿和道 の優勝見た後じゃないですかね、はい、その91旋風を少し、まあそうですね、若い感じにしましたけど、まあ大宮終わってからそういう話しましたし、和道とも、あのね、やっぱ頑張って盛り上げていきたいとは思います。はい、まだまだ若手に譲らない中年世代、まあ、そうですね、はい、頑張りたいですね。はい、ありがとうございます。